日本近畿地方大阪府大阪市中央区、馬場町馬場町は、大阪府大阪市中央区にある町名、定番を持たない単独町名である。現在の町域は北を、本町通、南を中央大通、西を上町筋に囲まれた大阪城に南接する地域となっている。以前の町域は現在と全く異なり、大阪城内の全域及び、 外角の内玉作り口から追手口、京橋口館が馬場町だった。なお、外角の内京橋口から青谷口、玉作り口館は杉山町という町名だった。1979年に大阪城内及び外角は大阪城という町名に変更され、同時に宝院坂町及び森の宮西の町の各一部であった本町通以南の地域が馬場町となった。 本町2と上町筋の交点である、馬場町交差点だけがかろうじて以前からの馬場町ということになる。このように町域は以前と全く異なるが、馬場町交差点に大阪市電が馬場町停留場を置いていたため、現在の町域も地域名として、馬場町と呼ばれることはあった。馬場町といえば、かつては NHK 大阪放送会館の代名詞でもあった。 旧放送会館は、馬場町交差点の南東角に位置していたため、同局のコールサイン、ジョブックに、ジャパン大阪万場町角と、語呂合わせして親しまれていた。1985年に、大阪市が、南馬旧石公園と大阪城公園の連続一体化構想を発表したことを受け、2001年に放送会館が、上、町筋を挟んだ。 大手前4丁目の大阪市中央体育館跡地に移転した後はジャパン大阪万場町の近所と語呂合わせをしている。旧放送会館跡地は2つの公園の一体化構想が進展しないまま更地となっている。他には KKR ホテル大阪、NTT 西日本本社などがある。近世には上町筋沿いが上本町1丁目となっていたが、 1871年に、兵部省管轄地となった。馬場町の町名ができたのは、軍区町村編成法によって、大阪府東区が設置された1879年で、ある。町名は、大阪城の芝地や空地が万場と呼ばれていたこと、大阪城代や大阪賃代の拠点であったことが、関係すると思われるが、詳細は不明。 1936年には日本放送協会大阪中央放送局が上本町9丁目から移転し新たに大阪放送会館が竣工した2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである住居はメゾンドビレ大阪城公園前のみになり人口のすべてはこちらの世帯種である国勢調査による人口の推移 国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。副面称が3つある馬場町バス停。ありがとうございます。